ヤンですってことで、本日もリアタイ動画上げていきます。最後までご視聴お願いしますってことで、いやリアタイ自体結構久々で、ソフトボールやって声がねもうちょっと、サワヤンさんよろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、サワヤンゲームズ。当然ながら1番バッター村林ですね。相手が千賀投手なんで、タイピンのホースで、オッケーオッケーオッケー。さあまあ久しぶりなんでね、久しぶりやったらこういうことなんですよ。いや多分ね、今回なんかテンション低いとかなんか言われると思うんですけど、今回ばかりはテンション低いんじゃないんですよ。あの声がね、もらいー、いやさすごめんなさい。でもスタンプ返ってこうへん、絶対返ってこうへん、お願いしますの時返ってこうへんかったから絶対オフしてる。さあゴッドバチコリケイ、あーボールダメや、ダメや、ダメや、あー、守備だれ、あれ吉野部さんじゃん、吉野部さんやさあ吉野部さんバッティングアウト、いいや上叩いた、うわーしゃーない、まあしゃーない、しかもこれ1点じゃやばい、とりあえずやばい。さあワンワン、ここ聞いた、バッチコリケイ、オッケー、絶対変直、オッケーオッケーオッケー、ナイス。あそこのスロースライダーは甘すぎるやろ。さあここ兄貴内角狙ってるよ、それは甘い、オッケー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 、いや外角は甘い。さあビッグチャンス大谷さん、ビッグチャンス抜けろ、おー菊池さんうまい、いやー今日ちょっと思ったより声出えへん。いや前柳さん使ってから、あれからずっと使ってるんですけど、めちゃくちゃ強い、ほらこの進化バリ強い。いや柳さんってほんまになんか楽しいっすよね、なんか配球次第で相手を抑えれるから、なんか結構なんか頭脳を使う、なんか頭使うから、柳さん使う時めっちゃ頭しんどい。いやもう一回攻めようか、ここ一回ボール球、あほんまごめん、あホームランに並んだけマシ、大丈夫大丈夫、ここ外角シーンがここギリギリボールでよ、ギリギリボール、甘い、いや甘すぎる、そういうのあんねんな、ベストピッチ出しても、まあまあしゃあないしゃあない、2対2はしゃあない、1回ここカットボール球入れて、ここパワール、オッケーオッケー、いやそういうのがあるんよな柳さん、まあしゃあないよ、まあ、正味あのチェンジアップも進化もあかんかったら、正味ここの立ちスラが一番いい、ほらえふい、ふいのあそこの立てスラね。さあここ1回カット挟んで、ここカット挟んで次進化、あーオッケーオッケーオッケー、カットボール振ってくれるんはでかい。さあバチコリ系打線が爆発してほしいところ、でもここはほんまに1点取っとかないと次の回マジでやばい、あえて打率5割超えとったんで、オッケー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 、普通にツーシームやもんだ今。さあツーツーして内角はとりあえず張ってるよ、おボール、いやオッケー菊池さん残念、菊池さん残念。さあ落合さんここ頼むところ、オッケーこれは超える、にゃーん、よったとこおらんとってや。さあ先ほどはボール球ヒュッてアウト、一緒一緒やないか、さっきと、いやさっきもカットボールでやられたぞ確か、走らんわ。さあ掛布さんここ集中していこう、おいこれオッケーオッケーオッケー、今のホームラン持っていきたかったなそう、さあここバッティングカウントっすね、161キロ、いやボール、オッケーこれは落ちるぞそれはマジでごめんなさい、でもまあまあまあボール球ヒットイコールタイミングが合ってるってことやから、まあ大丈夫。いやマジで今日なんか思ったより声出えへんな、いやソフトボールの時声出ししすぎて、オッケー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 、ナイスナイス、マジで高校球児にもうた気分やわ、高校サッカーやってたけど。さあこれツーシーム結構濃厚ちゃう、いやミスター、おっいやそ、そんなこと今古田さんばり棒立ちやったやん。さあ兄貴フルカウント、さあ頼む、オッケーナイス、マジでストレート頑張り、あとここ2本打ったらコールドなんで、一発落ち、落ち、落ち、おお、ナイス、サワヤンさんだ、もう大パン深いやん絶対これ、いやーテストここ続こうマジで、そんな飛ぶいや対戦ありがとうございました、サワヤンさん対戦ありがとうございました、いやー皆さんご視聴ありがとうございました、久しぶりのリアタイめちゃめちゃ絶好調で自分もびっくりっす、いやー大変ありがとうございます、またチャンネル登録高評価コメントぜひお願いします、ではまた。
はい、残留。